マリコさん、エケキュー受けましたね。ちょっとログインできないくだりやんないで。ちょっとできないんだけど。たわしさんも結果見たんですか？たわしさんも結果見たそうで始まりました。ぼちちゃんです。さて、今回はなんか声おかしくない今日。はい、もう鼻声です。めっちゃもうコメントにめっちゃ書かれてる。鼻声です。鼻声。夏風邪じゃん。はい、でもサブチャンネルはお休みいたしまして。ピエン。ピエンなんですが、はい。さあ、マリマさん、エケキュー受けましたね。はい。ということで結果発表でございます。12時に出てるはずなんですけど、森哲さんと撮影のためにまだ見てないです。私もそうなんです、実際やりました。ちょっとね、ね、火曜日は企業案件動画が出ておりましたので、本日になってしまい、はい、申し訳ありませんでした、はい、あ、この写真めっちゃ面白いじゃん。この写真あーでしょ、就活の時の就活の写真。ダメだよ、ダメなの。 NG、これなんて調べたいんですか。で、前みたいにね、共通テストとか東大英語みたいに1ヶ月とか遅れてないんで、当日に取れて。英検合否って言ったら合ひろみって出てきちゃった。なんで英検合ひろみ。で、私仕事があったんでね、8時45分ならって言って、8時半にしてください、9時になった。はい、場所まで取ったのに、はい、回答、回答じゃなくて、もう今それどころじゃない、怖いんだから。これです、これこれこれ、はい、合否。じゃあ、そうそう、これです。これで、もうバッテリーないんかい。いやー、怖っ。え、まだ大丈夫、まだ大丈夫ですね、パスワードと。あれ、就活の時の写真がすげー真面目な顔。そうでしょ。え、ID 持ってるじゃんね。え、もう無理。これで落ちてたら私どんだけ叩かれるんだろう。もう帰国史上失格ということで。マジか。でもね、リーディングの時はめちゃめちゃ叩かれたけど、ライティングになった途端にね、もう手のひら返してみんな、いやいやいや、いけるでしょうみたいになってましたけど、間違ってるってちょっとログインできないくだりやんないで。できないんだけど。ログインできません、やめて。なんでできないの。切るでしょ、前にだってやったんだもん、動画撮ってる時にログインしたんだから。あれ、そのメアド行けばわかんない。でもメアドいっぱいありすぎて、どれのやつで登録したか忘れちゃったんですよ。ちょっと待って、尺つなげといて。尺ってもうどうせカットするだけだから、そんなカットしないで。悲しい、弟子に相談です。なんでですか。食べる時間がないからですね、もう仕事ずっとつながってた。あららら、私あれ会社のさ、うん、健康診断の結果出てきたんだけど、うん、判定が C で、うん、何が悪いの。軽度の貧血、おあと痩せすぎ。そう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 。何間違え、あ、あびっくりしたな、来たな、もうびっくりしたな、もう出てきたのかと思ったよ。何にも書いてないじゃん、これ。え、もう生年月日しか書いてない。ごめんなさい、落ちてたら皆さん叩かないでください。ちょっとログインできないじゃん、パスワード忘れてるじゃないですか。もうやばいって、撮影してるのにパスワード思い出せないって困るって。やばい、思い出せない。もう、え、わかんない、書いてあんのかな。撮影日複数日にわたるとか、いやいや、それはこんなんで、いやってないか。あ、たわしさん出ました。お疲れ様です。たわしさん、この英検のログインの仕方わかりますか。周りもログインできないです。あー、あれ、ハガキありますか。はい、ハガキ、米印で隠れちゃってて、パスワード、パスワードわかんないって言ってます。あー、なんかメール来てます。メール、何のメールですか。多分支払いした時に。支払いした時の、だって。ちょっとなんか言ってそう、今今言ってそう、そこに何があるのか。はい、はい、支払いした時に返ってくるメール、はい、出ます。パスワードって載ってる。え、って載ってんの。載ってるって言ってるから。ガーシュ、何通か来てるの。2通か3通。え、なんていう、なんていう、なんていうメッセージですか。違う、なんていうさ、メアドから送信されてます。メアドは同じなんじゃないの、それ違う。 A ナビさんかさ、 A 検かとかさ、いろいろあるじゃん。 A ナビとか、なんていうタイトルか分かれば。あった、あったんかい。あったあったんか。ありました、たわしさん。たわしさん、え、たわしさんも結果見たんですか。たわしさんも結果見たってことですね。じゃあ、見ました見ました。でも動画はいつ出るんですか。近々じゃあ触れないでおきます。え、ねえ、もう5匹か落ちちゃうよ。ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあちょっと周り物を今見るんで、じゃあたわしさん一緒に見ますか。じゃあ、いいですか。はい、え、いいの。え、怖いんだけど。じゃあ行きます。じゃあ今ちょうどたわしさんもいるんで、じゃあ、はい、やだ。なんで、ちょっとさ、覚えてなかったわけ、結局。見えました。はい、出ました。はい。ということで合格しました。イエス。こう、素晴らしい。ああ、なるほど。はい、ということで
って、まあ、タースさんの方は後日出ますが、リーディングが850点中639、これではタースさんの方が良かったってことですよね。あ、そっか、一問差だったもんね、だってね。やっぱリスニングが715で高い。あ、それは強いです、はい、で、ライティングが694。え？694。あ、本当ですか。うん、ということで、だからリスニングとライティング、もうびっくりしたよ。危ない。リスニングとライティングは C1 レベルですね。ね、やばくないこれ。はい、で、結構ギリギリだな。20点。2028が合格ラインで2048ということでした。はい、素晴らしい、おめでとうございます。はい、ということでした。田中さん、ありがとうございます。じゃあ、後日ライティングもさ、悪いんだけど、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ライティング悪いね。ライティング悪いんだけど。ちょっと頑張って書いてたのに。ちょっとめっちゃ評価良かったのに。コメントは。コメント評価良かったのに。で、これなんで合格したの逆に。じゃあ、いや、まあだから78、85、85、合格する人たちやっぱ型ちゃんとやってたんでしょうね。いや、だからどこをどう間違えてるかで、あれは再現なので、うん、本番のやつにはどう。いや、あれマジ本番だよ。マジ本番なの。マジ本番。あれ、じゃあちょっと一ノ瀬アン先生に聞いておきますね。でもアンドとかさ、ちょこちょこ間違ってたじゃん、アンドとか。あんなのマイナス1点ぐらいじゃないの。まあまあまあ、いや、だから、よくこれで受かったの。本当だよ、ギリギリ。あぶね。あぶな。それぞれちゃんとスクショしてください、今。はい、シャイ。びっくりした。びっくりした。急に出てくるんだもん、合格って。いや、でも名前置き長かったし、もう20分かかった。やったー。まん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 。じゃあスピーチやってもらいます。無理。今から1分準備して2分喋ってください。選べるんですよ、ね、本番の1級って。 OK。 5つあって、その中から選ぶ。じゃあ どういうか説明してください。これだ、5つトピックがあって、その中から選べるんです。 I would like to discuss about the topic、artificial intelligence can replace teachers in the classroom and I disagree to this statement because、teachers are supposed to look after about like 30 students at one time, and they all have different backgrounds and different characters and personalities, and I believe that it's hard for AI, artificial intelligence to recognize and know every single person's characters and backgrounds. And I feel like there are lack of emotions. Teachers are not just there to help with educations like maths and Japanese, but they are there to support and actually teach other stuff which includes emotional feelings. For example, love, relationship, friendship. I don't think AI can really get into that kind of stuff and help them and support them and see the basic reason why they are having troubles and stuff. So I think AI cannot replace teachers, even though AIs are being very useful in the society these days. But sometimes it's better for people, actual human, to be there and... Yes! はい。パラグラフスピーキングを練習した方がいいと思いますね。どうやって？だからライティングすると同じように段落だ、イントロあって、バディみたいな感じでやるのを多分練習した方がいいかなという印象です。あと細かい文法ミスが多いですね。前置詞のミスが多いですね。Discuss about じゃないですよ。Discuss about つけちゃダメです。え、なんて言うんですか。いや、I'll discuss 何々でしょ。I'll discuss about 何々はダメです。え、I'll discuss artificial intelligence みたいな。そうそうそう、知らなかった。Let's talk about って言わない？トークじゃん。Let's discuss about って言わない？じゃあ、Let's discuss this でしょ。Oh, yeah. じゃあ、あとは disagree、agree の使い方が違う。I disagree with this statement. そうですね。to って言って、2回とも
1回目はカットされてるんでしょうけど、2回ともトゥーって言ってます。With the statement、ね、はい、え、どうしろよ、二次試験の方が落ちたら。いや、困ります、そんなのは。二次試験で落ちたら困ります。え、ちなみにこれは、じゃあもうネットフリックス見なきゃ。なんで？なんか、頭をさ、ジジね、いや、じゃあ頭を英語にするとさ、そういうこと？ファーって出てくるじゃん。でも、ただジジのちょっとネタ喋れるようになっておいてください。ニュースだったりなんかそれらをちょっと社会人として、そうです、勉強してください。はい、ということでした。まあ、マリオさん、なんとか、え、ってことでエアタグゲットやん。違う、受かってない、まだ二次終わってないから。二次試験で落ちたらエアタグは私がゲットですから。で、でも2回まで受けられるんですよね、はい、二次って。え、そうだよ、保留してくれるじゃん。一次審査保留してくれるんだよ。ああ、それはも残してくれるってことですね。あ、そうそうそう、もう一回受けなくていいってこと。一次試験をね。そう、でも結局お金を払わなきゃいけないですか。そうなんですか。当たり前でしょ、何を言ってるんですか。はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。